こんにちは。3月の7日金曜日の日替わり竹部でございます。さて本日の午前中でございますけども、ラジオ日経さんのマーケットプレイスという番組に出させていただきました。で、雇用統計、まあ、今夜雇用統計を控えておるんでございますけども、雇用統計に関してちょっとコメントさせていただいたんですが、この見解はですね、ちょっともったいぶって、まあ、私程度の話でもったいぶるっていうのも本当に僭越なんでございますが、今回日替わり竹部は特別版と題しまして、2月の米国雇用統計の特番、直前対応のご案内、もう一つまた収録させてご案内させていただく予定でございますので、こちらの方でぜひ雇用統計の方は合わせてというか、ちょっと別途、ご覧になっていただければと思います。で、足元でございますけども、ドル円相場においてはですね、収初から、まあ、ウクライナ情勢などで1円幅強のドル安、円高が進んだ経緯ございましたけども、公的機関投資家の意思なんでしょうか、都市銀行からの必要な買い、そして、まあ、昨夜においてでしょうかね、米系、インベストメント銀行などの買い、まあ、米系ファンド、こういったものを、ドル買い、円売りというもので、103円台、これ1月の下旬以来でございますけども、久方ぶりに上進性を見せているというところでございます。新規失業保険申請件数、まあ、こちらの方も予想よりも良かったというところもあろうかと思いますが、やはりですね、これも前回の日替わり竹部でご案内させていただきました ECB、まあ、こちらの、まあ、金融緩和をしなかったというところでの動きから、ユーロ円が円安に進んだ。もちろんクロス円全般での円安に、まあ、ドル円相場も一緒に乗っかったと、まあ、若干時間軸違うんですが、いずれにしても円安が進んだ、リスクオンになったという言い方がちょっとあらあら丸めた投げ申し上げ方ですけども、そういった動きになったよというところでございます。さてでは今後の、ドル円相場の見解でございますけども、ちょっと今日は2つ紙芝居でございます。でまず1つ目、こちらの方はですね、いつもご案内させていただいております、ウィークリーレポート3月の、10日集合でございます。今回のタイトルは政府日銀の次の一手を探る展開と題してお送りさせていただきました。でこれをちょっとよく見るとですね、レンジが、まだまだ実は早釣りでございますので、102円20銭になっているという非常に乱暴なものでございます。いつも試し釣りを実はご案内させていただいているんですが、もうちょっと上値ま追いまでできるんじゃないかなというような見解でご案内させていただいております。さてそこでもう一つなんでございますが、いつもこちらの方でご案内させていただいています、会費率ですね。この会費率に関してなんですが、東京金融取引所、こちらの方はネット銀行、ネット証券、まあ、当社も含めて、そして各種証券会社、FX 専業会社、もしくはコモディティ系の会社さんなども含めて、FX 取扱いの会社さんからを通じたですね、FX ユーザーの売買動向が、まあ、発表されているわけでございます。ちょっとこちらの方をご覧になっていただければと思います。ここに来て、まあ、久方ぶりの103円台という言い方もあろうかと思いますが、会費率が久方ぶりにガーンと下がってるんですね。まあ、利益確定、もしくは、まあ、今夜の、米国雇用統計に向けての一旦のエグジットというような見方もあろうかと思いますが、久方ぶりの回避率ちょっと下がっているというところでございます。さてそこでですね、我らが岡さんオンライン証券でのお客様の売買比率はどうなっているのかというところで、今回はこちらでご案内させていただきます。勝ち逃げドル円心理と3月10日週為替見通しということで、我らがお客様、親バカ子バカならぬ、なんだ会社バカ、お客バカというとお叱り受けてしまいますが、岡さんオンライン証券でドル円を取引なされているお客様方、ガーンと買い比率が下がっております。で1月の下旬にちょっと記憶たどっていただければと思いますが、新興国通貨の懸念においてドル円相場もずっと下がってきた経緯に合わせて、逆張りでぐーっと買い比率が上がった経緯がございました。その後やはり100円105円というレンジ感の中で、101円台というのはやはり下限に近いというような見方がやはり強かったのかもしれませんね。皆様方ずっと買い比率を維持させていたというところではございますが、103円台に乗っかってきた、もしくはここ数日の間、まあウクライナ情勢の急展開、まあ、いい方向に過度なリスク警戒が後退したというところに合わせてなるのかもしれませんが、ドル円相場の買い率が下がってきた、つまり、まあ、ドル買い円売りのポジションが、軽くなってきたというところ、要は勝ち逃げをなさっているというところで、今夜の雇用統計を迎えるのであろうというふうにして見込んでおります。そういう意味では、皆さんおめでとうございますというふうにして思う一方で、
おそらくというか、ここで新規のドル売り円買いをお持ちでいらっしゃるお客様方、まあ、エントリーしていらっしゃる方々も結構いらっしゃるのかなというところかと思います。で、そこで、今夜の、米国雇用統計につながり、まあ、来週の動きになってくるというところで、ちょっと繰り返しでございますが、ウィークリーレポート、先月ですが、まあ、一つの考え方として、先日案に、おいての参考資料にしていただければというふうにして思う次第でございます。週末でございますけれども、週末リスクいつも申し上げておりますが、もう一つ、今週は一つだけ申し上げたいことがございます。来週からはですね、米国がサマータイムになってます。ついに夏時間になってくるわけでございまして、経済指標なども1時間早めになってまいります。そういった意味では、朝方の動きというのも少し変わってくるだろうというふうにして、リスク管理の方はですね、十分ご留意していただいて、ドル円相場お取り組み、まあ、ドル円相場というか為替市場全般ですね、リスク管理十分ご留意していただいてお取り組みいただければと思います。以上、3月の7日金曜日の日替わり竹部でございました。